松本若菜、松村北斗、西恩寺さんは、家事をしない、成功の秘訣は、海の始まり。との設定かぶりと視聴者を引きつける家族間の明らかな違い。松本若菜40、主演、ストーンズ、松村北斗、29が、相手役の連続ドラマ、西恩寺さんは、家事をしない、TBS 系、火曜夜10時の第10話が、9月10日に放送される。 3日放送の第9話では、横井、津田健次郎53の昆布と鰹節を人生に例えた超セリフが視聴者の間で話題になった。同ドラマは、日浦悟氏の同名コミック、講談社が原作。家事嫌いの西園寺さん、松本が、シングルファザーくすみ、松村と娘が、倉田明ま4と義家族として暮らすハートフルコメディー。 メグロレン27主演の月級ドラマ、海の始まり、フジテレビ系との設定かぶりが注目されていたが、最近はスタンスの違いがますます明確になってきている。第9話は、ついに、くすみえの特別な思いを持っていることを自覚したサイオンさん。このまま横井と付き合い続けるわけにはいかないと、別れを切り出す。簡単に諦めることはできない横井は、 くすみへの思いを消してみせると宣言。そして、サイオンジさんとくすみが働くベンチャー企業、カジレス Q と横井のコラボのラストを飾る企画として、レス Q メンバーとの一泊でのグランピングを提案する。一方、サイオンジさんと横井さんが結婚するかもという噂を耳にしたくすみは、動揺して空気の読めない謎の発言と行動を繰り返し、サイオンジさんを怒らせてしまう。 そんな中、西園寺さんの不公平、浅野和幸70が手術をすることに。急遽病院に駆けつけると、父に付き添う西園寺さんを置いて、くすみと横井はグランピング施設へという展開。視聴者の X、旧ツイッター上の反響は、ケツのつながりに周われて全員が苦しんでる月曜9時と、 血のつながりはなくとも支え合うことができるのではないかと説いてくる火曜十時。ここまで違うように描かれると考えさせられるなど本作と海の始まりと比較する声が多かった。愛する人を亡くしたシングルファザーが新しい家族の形を模索する。そこまでは設定が被っているが中身は極端なほどに違う。他者に何でも話そうとする。 西園寺さんは、に、話さないことで溝が深まっていく、海の始まり。西園寺さん、松本はくすみのなき妻の話を受け止めたが、海の始まりの弥生、有村かすみ三十一は受け止められない、などだ。しかし、一番違うのは血縁に関するスタンスだ。海の始まりでは、夏、目黒が自分の子供の海、泉谷聖な奈、母親の水気。 古川水木27に目を向けすぎて、彼女の弥生と別れてしまう。一方、西音寺さんは、では、西音寺さんもくすみ、松村も、地のつながり、あるいは夫婦という関係をすっ飛ばして、家族を作ろうとする。過去に縛られる、海の始まりに対し、西音寺さんは、はもがきながらも未来に進もうとする。話題となった横井、津田の、 麺つゆ用の出汁を取りながらの超セリフも本作を象徴するようだった。昆布と鰹節は出来上がった麺つゆに形としては残らないでも味は必ず残っている。記憶の中に、心の中に。次に一歩を踏み出す勇気にというのは自分たちの状況を麺つゆに例え、過去をああぎじにしながらも前を向こうとするメッセージだ。 視聴者には月曜と火曜の二つのドラマを比較しながら見ている人も多い。スタンスの違う二作から改めて家族というものを考えているという声もある。偶然とはいえ、相乗効果が起きているようだ。もし、話題作の海の始まりと設定被りがなかったら、サイオさんも全和世帯平均視聴率、ビデオリサーチ調べ、関東地区。 が今季地上波ドラマで3位、第9話現在、シリーズものを除くという、ここまでの数字はなかったかもしれない。いよいよ物語はクライマックス。X 上で次回予告、原作と流れが変わってて、どうなるのかかなり気になる、と期待する声があるように、原作を読んでいても先が読めない展開になっている。サイオンジとくすみがどんな家族を目指すか注目したい。 ドラマライター山川、この本和歌が、西園寺さん人気を支えている。ナンバーアンダーライン愛新しい地図、現役スタート集結で大沸騰、ウィズミュージック、検案は松下光平の多忙、継ぎはぎ問題。9月14日に放送されるうどうゆみ五55が MC、松下光平37がアーティストナビゲーターを務める音楽番組、 ウィズ・ミュージック・2時間 SP 日本テレビ系土曜夜7時から7話の放送で予告された出場アーティストをめぐり早くも話題沸騰となっている画像ナンバー・アンダーライン愛新しい地図と共演現役スタート者タレント驚き強烈な3つ編みを下げ姿視聴者のみならず業界内でも熱い視線を集めているのは 旧ジャニーズとやめジャニの共演についてですね。旧ジャニーズがスタートエンターテイメントの新体制に移行してから、やめジャニと現役の旧ジャニーズが共演するのは珍しい話ではなくなりました。しかし、14日のウィズミュージックでは、その前提があってもついにここまで来たかとなる、驚きのラインナップが集結するんですよね。女性誌編集者。スタート者からは、 スーパーエイトとウエストフが出演。今年デビュー20周年と10周年ということで、周年 SP コラボを披露する。スタート者のライバル事務所であるトベからは、旧ジャニーズのキングプリンスから脱退し、昨年10月からトベで活躍しているナンバーアンダーライン愛が出演。最新曲 INZM を披露する。そして、最も注目を集めているのが、 元スマップで2017年から新しい地図として活動している稲垣五郎、50草薙剛50カトリ慎吾、47の出演も発表されたこと。3人で音楽番組に出演するのは今回が初めてであり、番組では稲垣のソロ曲シーズンズと草薙、香取のユニット曲眩しい未来のスペシャルメドレー、 パラスポーツ応援チャリティーソングに選ばれた雨上がりのステップが披露されるという。旧ジャニーズに対する忖度があった時代では絶対に考えられなかった共演に SNS は大沸騰。共演者やばいじゃん笑われる気しかしないわら。なんか時代が変わったと実感するなあ。ハッシュタグ新しい地図の3人の出演知ってからワクワクしてます。NI ナンバーアンダーラインアイとの絡みがもし見れたら最高です。でも贅沢かな。ハッシュタグイズミュージック深海楽しみにしています。事務所の壁がないのがいいね。あと、地図の衣装は黒一色でかっこいい。同じ画面、同じ時間帯に全グループが揃わない可能性も十分にありますが、同じ番組に名前が並ぶというのは、やはりすごいことですよね。 これまでもスタート者タレントとナンバーアンダーライン愛、スタート者タレントと元スマップの誰かが共演することはままありましたが、今回はさらに進んだ感じ。歴史的な共演と言えそうですから、SNS も沸騰しているということですよね。全土14日の歴史的共演が期待される w i ミ m u s i c は、日本テレビが今年4月改編の目玉として立ち上げたトップ10。 以来34年ぶりのゴールデンタイのレギュラー音楽番組。放送開始から約半年、今回のように SNS でも時折話題になるなど、番組は順調に見えるが、制作会社関係者は、決して順風満帆というわけではないと言いますよ。様々問題はあるようですが、大きな懸案事項は、松下さんの多忙だと言います。と言い、こう続ける。 松下さんは俳優業ではドラマ、映画、舞台にと常に引っ張りだこの超人気役者。加えて歌手としてアーティスト活動も行っているので、そちらも忙しい。そんな大人げで、さらに女性視聴者をメロメロにするタレントだからこそ、日テレは、w i ミ m u s i c に松下さんをキャスティングし、同番組のファンを増やす戦略だったんです。ところが、 松下さんが忙しすぎるあまり、スケジュールの確保がなかなか難しいと。それで、継ぎはぎ問題が発生してしまっていると聞こえてきています。超多忙な松下。今年、松下はドラマでは、川口春奈29主演のキューボーダー TBSK4 月期に2番手役で出演したほか、吉高由里子36主演の NHK 大河ドラマ、 光くんへにも中盤に全4回、第21回、24回出演。さらに10月クールからは、主演連続ドラマ、放課後カルテ、日本テレビ系、土曜日夜9時からが控えている。舞台では、7月25日から8月31日にかけて、井上久し原案、富田康子55と共演する舞台、小松座第150回公演母と暮らせば、 に出演。来年早々にも、主演ミュージカル、ケインアベル1から3月が控えている。音楽活動も、ウィズミュージック放送開始前だが、12会場14公演のライブツアー、R&Me が、今年1月20日から3月14日にかけて行われていた。松下さんはとにかく忙しい。そのため、有働さんが一人で回す場面が多かったり、 番組の構成が強引になってしまっているということですね。また、別日に収録した映像をつなげることもあるといい、その関係で場面ごとに衣装が変わっていることがあり、視聴者からも、松下さんの衣装が変わった。直前の曲とは別日ですよね、と指摘されてしまっている状況にあります。松下さんの多忙問題は番組開始当初から言われて、 レギュラー放送初回にも発生していたと言います。全道ウィズミュージックのレギュラー放送初回、4月13日では、歌田ヒカル41とど堂が二人きりで対談する特別企画が組まれていたが、これも松下の多忙が影響していたようだ。番組サイドとしては、歌田ヒカルさんという滅多に出てくれない大物アーティストに、番組のメイン二人でインタビューをする構成にしたかったようです。 しかし、松下さんのスケジュールの調整がつかなかったとか、歌手復帰の氷川きよし紅白本命史か幅広い層に支持され、危険的視聴率救う可能性。今年の NHK 紅白歌合戦に、歌手の氷川きよし47の出場が本命視されているという。2022年の紅白を最後に休養に入り、 今年8月17日に歌手活動への復帰を果たした。コンサートツアーも順調となれば、当然年末の国民的な番組も視野に入ってくるだろう。いよいよ紅白にも帰ってくるのか。写真、氷川清がラスト紅白でド派手ステージ、また必ず帰ってきます。休養前最後となった22年の紅白。巨大なフェニックスに乗り、 全身金ラメのド派手衣装で登場した氷川は、限界突破かけるサバイバーを熱唱した。そして、ありがとうございました。また、必ず帰ってきます、と復帰を約束したのだった。あれから約1年8ヶ月。東京、有明の東京ガーデンシアターで、約6500人のファンの大歓声に迎えられた氷川は、復帰を果たした。 ある音楽関係者の話。デビュー曲である、箱根八里の半次郎や、白雲の城といったヒット曲などの演歌も途中入れ込みながら、ポップスやシャンソンといった曲も交えてのコンサートでした。休養前には、演歌は歌いたくないと話していましたが、ファンのためにも演歌もポップスも、どちらの曲も歌える歌手として、新たなスタートを切ったと言えるでしょう。 この復帰を喜んだのはアンだけではない。紅白スタッフも興味深踊り字だという。ある芸能プロ関係者は、氷川が復帰するという一報が出た段階で、紅白スタッフは色めき立ったそうです。昨年の紅白の視聴率は第2部がワースト記録更新の31.9%。このままいけば今年は30%割れすらあり得ます。 そういう危険的状況を変えてくれる可能性がある一人が氷川です。なんと言っても若い人からお年寄りまで幅広い層からの支持があり、紅白復帰はインパクトがある。復帰段階で紅白内定と言われていました。実際、一部メディアでは今回のライブ会場に NHK 関係者が来場していたという報道もある。 もちろん、出場するからには、一曲だけで終わりそうにない。曲内では、白組とかではなく、記号特別枠記号という形での出演が、検討されているようです。ポップスも演歌も歌ってもらい、紅白を盛り上げてもらいたいというところでしょう。と同関係者は言う。当然、氷川も紅白復帰は可能性の一つとして想定しているに違いない。 23年連続で出場した思い入れは強い。何より休養前の紅白で必ず帰ってきますと約束していますからね、どう。氷川が紅白に復帰すれば大きな話題になりそうだ。視聴率は関東地区ビデオリサーチ調べ。もういいよ、この人秋田は木村拓也教授続編報道に世間から冷めすぎた声。 元スマップのキムタクこと木村拓也に冷めた声が相次いでいる。教場シリーズ、フジテレビ系の復活が一部で報じられているためだ。写真、公式の身長をビリーブできない、ネットがざわついた木村、竹内龍馬、上川高也のスリーショット。教場は警察学校を舞台としたドラマ。長岡広樹の小説を原作とし、 木村主演で2020年1月4日と5日の2夜連続でスペシャルドラマとして放送された。本作はギャラクシー賞テレビ部門1月度月間賞を受賞するなど好評だったため2021年1月にもドラマ化。さらに2023年4月から6月にかけては風間行進強情ゼロとして月曜9時枠で連続ドラマにもなった。 もういいよ、この人自体に飽きたわ。だが、その後のシリーズ化は一度白紙になっているとスポーツ史記者が語る。木村さんが所属する旧ジャニーズ事務所の小ジャニー北川氏による性加害問題がクローズアップされたほか、新作の脚本の内容に木村さんが納得しなかったためと言われています。しかし、フジテレビとしては、教場を踊る大捜査線。 シリーズのような人気作にしたいようで、スペシャルドラマの撮影準備が進んでいると聞いています。さらに、強情復活の背景には、木村の個人スタッフとして営業面を担当するほか、クオリティ面にも細かい注文をつける敏腕テレビマンの存在が、フライデーデジタルによって報じられている。だが、ネット上の反応はかぐわしくない。もういいよ、 この人自体に飽きたは、キムタクも微妙になってきたね。本人よりも事務所問題とファミリーの露出。中には最初の演技を貫いてほしい。続編からいつものキムタクがちらちら出てきたといった木村本人へのダメ出しも。こうした声が向けられてしまう理由について芸能プロ関係者がこう話す。木村さんは1990年代。 アスナロ白書やロングバーケーションといったフジテレビ系のトレンディードラマに数多く出演してきました。フジテレビとしても気無く推しで行きたいのでしょうが、前世紀より人気は低下し人通力がなくなりつつあるのは事実ですね。実際、2024年4月から6月に放送されたドラマ、ビリーブ君にかける橋、テレビ朝日系は平均世帯視聴率は10.3%。 ビデオリサーチ調べ関東地区平均とそこそこの数字にとどまっている。ここへ来てもキムタク推しを選んだフジテレビの命運はいかに。